はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、日常から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の動画でですね、その僕の体はですね、その病気でむくんでしまっていますよとお伝えしました。でもね、そのむくみになる原因となっている病気がですね、別の病気を呼び起こしてしまうので、病院の先生っていうのはですね、やっぱりその呼び起こしてしまった病気をですね、優先して、そのもともとむくんでしまっているそのむくみに関してはですね、それほど興味を示してくれないんですよね。でもそりゃそうですよね。呼び起こされた病気の方がひょっとしたら悪化してしまうとですね、元の病気もありますから、そうなると合併症になって大変ですしね。こうただただむくんでしまっているということよりも、病気の方がやっぱりね、重要ですよね。病気やね、その薬が原因でのむくみっていうのはですね、病気が治って薬を飲むのをやめれば収まってくるもんだとね、病院からは聞いてますので、それほど重要視されてないんだと思っております。収まってくるもんだとね、病院から聞いてますので、それほど重要視はされてないんですけども、でもむくんでいる状態が続くことによってですね、それが原因でさらにまた別の病気を呼び起こすことだってあるんですよ。その病気を治さなあかんけど、治す治療の過程で副作用は合併症でまた違う病気になって、さらにそれが原因でむくんでしまって、もうそのね、さらにむくみが原因でさらなる病気を呼び起こしてしまうというね、もうね、無限ループなんですわ。なので今話したことからしたらですね、むくんでいることも何かの病気になる原因となってしまうので、そのむくみも解消しておかないといけないわけなんですよ。でも病気になってなくてもですね、むくんでしまうことだってありますよね。それをね、放ってしまっておくと、先ほども言いましたけども、何かしらの病気になってしまうことだってあります。まあね、この一晩明けて収まっているような、ただのね、一過性のむくみであればですね、その病気の心配はね、なさそうなんですけども、例えばね、昨日も言いましたけど、その3日4日ぐらいで体がブクブクしてきてね、10キロくらい増えてしまったとなってね、怖くなって病院行ってみたら、ああ、これはただのむくみですねって言われて安心するけど、でも病院側ってね、このまま放っておくことはないと思うんですよね。必ずですね、これは放っておくと肝臓とかね、腎臓に障害が出たり、腎不全で動脈硬化、心筋症や心症、狭心症や狭心症とか心筋梗塞ね、静脈瘤、下肢静脈瘤かとかになるね、原因可能性だってね、ありますよってね、言われてね、ビビらされることになりますので、ビビらされるというか、そういったことになる可能性が高くなるので、ちゃんと治療しなさいとね、言われてるんですけどもね。なのでね、その日々の生活の中でこのむくみを予防して、そして改善していきましょうということで、これからそんな方法をね、いくつかね、ご紹介させていただきます。まずそもそもむくみってね、体の水分のコントロール機能の低下によって起こるんですよ。これは今僕めちゃくちゃ簡単にまとめて言いましたけども、病気であっても健康的であっても、そのむくみの根本的なメカニズムっていうのは、体の水分コントロールの機能のね、低下によって起こります。その水分コントロール機能のね、低下になってしまう原因っていうのがですね、病気と健康とね、違うだけなんですわ。そのことについてはですね、昨日の動画ね、この動画の1個前のね、動画にで喋ってるんで、僕のそのチャンネルのね、動画の、ね、一覧からですね、D723 のね、動画をね、見てみてください。わーって僕喋ってるんでね。ほんでね、そんなね、水分コントロール機能の低下をストップさせてあげて、むしろね、上昇させてあげないといけないわけなんですよ。で、それの方法としましては、まずね、食事です。食生活の見直しです。いきなり食生活の見直しと言われてね、なんでむくみに食生活の見直しやねんとかね、思われる方もいていると思います。普通はね、むくみやったら運動不足やから運動した方がいいんちゃうんけとかね、思われた方もね、いていることやと思いますけどもね、そもそもむくみっ
ってね、さっき僕はその水分コントロール機能の低下と言いましたけども、その水分がある場所っていうのはですね、人間の体の細胞の中と細胞の外側なんですよ。ほんでね、そのね、細胞の内側と外側のねバランスが悪くなって、水分量のバランスが悪くなってむくむになるんですけども、細胞って体の至るところにあるじゃないですか。至るところにある細胞のいろんなところでいろんな形になった集合体が各内臓なわけですよ、各臓器なわけですよね。でほんで血液っていうのも、そもそも血液細胞というのがあって、その集合体が血液なんですよ。そしてそんな一つ一つの細胞の集合体がいろんな仕事を、いろんなところでいろんな仕事をしてくれて、一つがまとまりとなっているのが僕たちの体でしょ。でそんな体っていうのは日々休むことなく仕事をしてくれていますので、各ところでね、各、職場、職場持ち場でね仕事をしてくれてますので、それにそんな体に必要となってくるのが食事なわけですよ。食事で食材をね、その体の中に取り入れることによってね、各臓器がそれぞれの働きをしてくれて、その食材の栄養がね、その体中の細胞によってですね、その必要な栄養をバーッと運んでくれてるわけですよ。そしてそれをエネルギーとして使うところもあれば、その栄養をね、蓄積する、貯蔵しておく倉庫的なところもあります。でその倉庫的なところで栄養を運搬係の細胞が出荷したり、廃棄処分となった古い栄養を運んでいったりします。そんなね、いろんな仕事をしてくれてるそれぞれの細胞自体にもね、栄養がないとですね、うまく働いてくれません。なのでそれはね、食事で、ね、栄養を取り込まなければなりません。だからこそ食事が大事になってくるわけなんですよ。ちょっとすみません、熱くなってしまいましたけどもね。なのでね、これらのことを考えるとですね、先ほどね、その皆さんが疑問に思った運動っていうよりも食事の方が9割は体にとってはね、 大切なんですよ。残りの1割はその運動で賄ってあげればね、いいかなとね思っております。なので食事って大切なんですよ。でそんな中でもですね、むくみのメカニズムである水分コントロール機能をね、手助けしてくれる、食事で使ってみたら効果が見られると言われているよっていうね、食材をね、いくつか紹介します。やっと紹介かよって感じですね。すいません、ついつい喋ってしまうんですが。ほんでね、そんな食材なんですけどね、主にね、野菜です。野菜、そしてね、水分コントロールをしてくれる栄養でね、カリウムという栄養があるんですけども、そのカリウムをね、豊富に含んでるね、野菜を挙げていきます。まずはね、アボカドです。アボカドやな、アボカドです。むくみの原因の一つがね、塩分の摂りすぎっていうのがね、あるんですよ。まあ、塩分をね、体にこう排出してくれる効果があるカリウムっていうのはですね、アボカドにはね、多く含まれてるんです。だからむくみを取るのにね、すごいおすすめな食べ物なんですよ。で次にね、食物繊維が豊富なね、セロリですね。まあ、体にその熱がこもっていると感じたりとかですね、そのむくんでパンパンになっているときはですね、その体のね、余分な熱をね、とりあえず取ってあげて、この水分の代謝をね、裏返してくれる、その今が旬のね、夏野菜っていうのをね、取るといいですよ。で特にセロリっていうのは、その肝臓の疲れでもね、効くと言われているので、お酒がね、続いてしまっているときとかはね、もうすごいおすすめです。まあ、僕はね、入院してから全然もうお酒にはもう縁がないので、というか、まあ、飲まん方がええと言われてるから飲んでないんですけども、ね、もう早くね、病気がね、治って、この体の状態がね、良くなってくれて、もう、今でもね、気持ちの中ではね、すごいビールが飲みたいわけですよ。でも、アルコール飲んだらあかんって先生が言われてますんで、飲んでません。ちゃんと守っております。一滴ぐらい、一口ぐらいね、こんな暑い日にビール飲みたいなと思ってるんですけどもね、まあ、それ置いといてですね。で次はですね、その利尿作用があるね、貝類ですね。アサリやハマグリとかですね、そういったそのアサリやハマグリとかあったシジミもそうですね。そんな貝類っていうのはですね、コレステロールを抑制してくれたりね、高血圧の予防の、ね、作用の他にですね、利尿作用、おしっこね、利尿作用がね、しっかりとね、ありますので、むくみを解消する働きも期待できます。ほんで、さらにですね、肝機能を高めてくれる働きもありますのでね、その肝臓を駆使しがちな季節っていうんですか、そんな季節にですね、進んで取りたいなっていう食材の一つでございますね。続きましてね、トウモロコシですね。
余分なね水分をね体に出してくれてね、そのさっきのね何やったかな、貝類かとかと一緒ですよね。トウモロコシもね、余分な水分を体に出してくれて、むくみの改善とかね、胃腸の働きを良くしてくれる効果があるのがトウモロコシなんですよ。その夏がね旬の、その今が旬のですね野菜っていうのはね、体を冷やす特性がねやっぱあるんですけども、さっきのそのなんていうんですか、セロリとかもね、あの夏野菜なんで、ちょっと体を冷やしてしまう効果もあるんちゃあるんですけども、そのトウモロコシはね体を冷やさないので安心して食べれます。だからってね、その体冷やすからねセロリはほんまあかんねんでって言ってるわけじゃないんですよ。セロリもほんまは、いいんですよ体にね。まあね、そのトウモロコシに関してはですね、トウモロコシ茶とかねよくしますよね。お茶ね、トウモロコシのお茶ってあるじゃないですか、よく耳にするからね、あれも飲んでみたいなと思いますけどもね。でお次はですね、発汗作用のある生姜でございます。体がねこう冷えるとね、今の季節はそんな冷えることないと思うんですけども、まあね寒い部屋、クーラーがガンガンに来たところとかね、まあその朝晩の寒暖の差がね激しい時っていうのは、余裕のた体が冷えたり急に冷えたりするわけじゃないですか。そんな時にはね、その水分のね循環がねうまいこといかないんですよ体って。だからねむくみがちになるんです。だからその冷えをね感じたら、寒って思ったら、ちょっとね積極的に生姜をね借りてかじってみてください。それはちょっと無理やな。あの生姜を何かしらの形で取ってみてください。あのご飯の食パンにおかずの中に生姜をちょっと入れてね食べてみるとかするとね、ちょっとポカポカ体がね温まりますんでね。そして最後はキュウリでございます。キュウリはですね、体をこの潤わしながらね熱を冷ましてくれてですね、ほてた体をちょっと冷ましてくれてですね、余分な水分を排出してくれる効果があるので、まあ、暑さでね水分をたくさん取りすぎてしまってむくんでいる人、ほてて体がね熱っぽくてねパンパンになってしまっているという人にはねぴったりのね食材です。あれありますよね、僕あれどこで食べたのかな、おかげ横丁か、はい、どこやったかな、おかげ横丁でどこにありましたっけね、明治神宮じゃなくて伊勢神宮や、伊勢神宮にある、おかげ横丁にあのキュウリの一本漬けって言ったんですよ。キュウリがね、あのこんな大きい氷の中にあのちっちゃい小窓みたいなのがあって、そこでキュウリがブワーって、キュウリの、ね、一本漬けの漬物がね、割り箸にグッと刺さって並べられて冷やされて売ってるんですよ。1本100円ぐらいしたんかな。でそれでこう、買って食べながらこのおかげ横丁を歩くっていう、その暑い時にその塩分もしっかり取りながら、きゅうりの水分も取りながら、冷たいきゅうりで熱も冷ませながら、歩けるよっていう、あのすごいあれは美味しかったなっていう風な思い出のある、キュウリなんですけどもね。何の話やねんって感じなんですけども、まあ、といった感じでですね、今挙げましたアボカド、セロリ、貝類、トウモロコシ、生姜、キュウリね、こんな6種類をね今挙げましたけどね、まあ、日々のね食事の中でねそれぞれね取り入れてみてもねいかがでしょうかね。まあ、他にもね野菜なら何でもね、まあ、主になんですけども、その緑黄色野菜をね頻繁に食べてみてほしいです。まあ、料理によってねその使う野菜っていうのはね制限されそうですけども、なんなら野菜っていうのは無理にね料理をせずにですね、サラダで食べてもらってもいいですよ。まあ、分量はですね、例えばですね、あのご飯屋さんに行った時にですよ、いつもはそのサラダをね野菜のサラダを一皿頼むところをもう一皿頼んで、ね、それで倍じゃないですか。まあ、とりあえずそれぐらいから始めてもらったらいいです。まあ、2皿頼んでる人やったらもう2皿じゃなくて、もう1皿頼んで3皿 1,2,3 で、食べていってもらったらいいかなっていうふうには思います。まあ、家でもね野菜をねそんな分量でね食べてみてくれたらねいいかなと思っております。でまあ、サラダを食べ過ぎてね逆にね体が冷えそうとか思ったらね温野菜にして食べてみてください。まあ、野菜の種類によってはですね、温めた方がね栄養価がぐっと高くなるものもねあるんでね。トマトと人参か、トマトと人参は温めた方が栄養価がぐっと上がるよって言われてますね。ベータカロチンっていうね栄養あるでしょう、あれがぐっと上がるらしいんですよね。まあちなみになんですけども、まあその野菜って食べたらね食物繊維がすごい多く含まれてるから体にいいじゃないですか。なのでその野菜からのね食物繊維がね大腸まで届くとですね、その大腸のね腸内細菌である酪酸菌が食物繊維を
餌としてね食べるとですね、その酪酸菌が酪酸をねたくさん生成して、その酪酸っていう生成された酪酸がですね、体を渡って脳に届くとですね、ストレスと食欲をね抑制して抑えてくれて、心も落ち着いてダイエットにもつながっているんですよ。でそしてさらにはですね、腸内環境を良くしてくれるんで、便秘、下痢とか謎の腹痛とかもね抑えてくれます。というのがね、神経科学分野のね書籍でね発表されてましたのでね、まあ、食物繊維のね豊富なね野菜はね全般的にね、まあむくみ以外のことにでもね期待できます。とまあそんな感じでね、むくみの解消にはね野菜が効果的ですよというお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。